Remix Z. Remix Z. Starring Goro Yamada and Shoko Nakagawa. Remix Z. Remix Z.皆さんご機嫌いかがですか。山田五郎でございます。全国各地朝から深夜までいろんな時間にお届けしておりますリミックス Z。 今週も学生島耕作を読んでいるこの方と一緒に隙間と気持ちを探訪していきたいと思います。島耕作は娘と母1冊ずつ買っちゃうので全部2冊ずつになってしまう、そんな中川家の娘中川翔子です。よろしくお願いします。広金さん、これ以上儲けさせてどうする気だよ。電子書籍と文庫版と愛蔵版と新刊とって何冊。新刊も読んでるよ。今もう島耕作あれでミャンマーで山田錦作ってっから、農業の話の先に、だから農業の話としてミャンマーで山田錦を栽培して日本酒を、東南アジア向けの日本酒を作ろう。テコットは盛り上がってますね。テコット盛り上がって、あのテコットの島耕作の部下のゲイの人がさ、せっかくミャンマーでさ理想の相手と会えたと思ったらさ愛読者だな、ストーリー全部ネタバレしてくる、どうしよう。でも読んだと思います多分本当は女の人だったんで、その人ゲイじゃなくて、ノーマルの女の人で、しかもあの LGBT の人で、子供が欲しいから利用しただけだったんだよ。泣いてたよ三山さん。そうですよね、三山さん男が大好きですもんね三山さん泣いてた。そうなのか島耕作そくそうそういいですかね面白いですね、はい、なんで島耕作の話かと言いますと、なんでワインの話ですからですよね。あ、今日今週ね、はい、そうなんですよ、そうだよ、なんで島耕作の話したかというと、先週に引き続きワイン界最高峰の国際資格マスターオブワインの称号を持つ大橋健一さんをお迎えしてね、マスターオブワインの話後編を伺うんですけども、はい、おでんのワインの情報は神の雫しかないと言ったら、はい、お前が島耕作部長島耕作で大町久美子がエミール・ロランに取られてしまったっていう、でも大町久美子帰ってくるじゃんよ。帰ってきますよ、当て付けの部分もあったからこういう関係がどうでもいいよ永遠の恋人よっていう話でね本当にお互いの気持ちをね、あの件があったから知るっていう、ね、それあれ全然ワインの話じゃねえしな。確かに、あの神のし、せめて神の雫読んでくれよお前だってそう、あのレコード会社で働いた後にワインでしたっけ島さん。ワインちょっとやったんだよ、ワインちょっとやった、ね、ちょっとやりましたね、うん、やった、はい、あの広金さんがワインにハマってねあの神の雫の原作の木林信也なんかでMMR の木林さんと同じ人、同じ人だよ、もの 今一番日本でいいワイン飲んでる人だからね。ああそうね、広金さんと一緒に高いワイン飲みたいな、高いワイン飲みたいな、おじさん高いワイン飲みたいですねなんでお前高いワイン飲んだって全然一緒じゃねえかよ、何飲んだって一緒、一番飲ませがいのない女だよね。コンビニのワインもうんまってなります美味しいよそうなんだよね、はい、大橋さんを昔してマスターオブワインの話後編お送りしたいと思います。そしてしかしかしパン通信もあります。今週も隙間だらけでお送りします。山田五郎と中川翔子のリミックス Z、 一つ最後までよろしくお願い申し上げます。Zed, Goro Yamada, Shoko Nakagawa.山田五郎と中川翔子のリミックス Z、 画略のホーリーです。先週に引き続き今週もマスターオブワインの称号を取得した山陣酒店社長の大橋健一さんを迎えしてマスターオブワインの話後編をお送りします。まずは簡単なおさらいから。赤ワインで12種類、白ワインで12種類、そして何が出るのかわからないものが12種類、合計36種類あるテイスティングの試験、15種類の論文の試験を一発で合格しないと取ることができないマスターオブワインという資格。1年間で合格者は世界で5人くらい、日本人では大橋さん含めて2人しかいません。とっても厳しいワインの資格の話の後編をお送りします。マスターオブワインの資格って、はい、取らなくてもお仕事はできるのに、はい、できますね。
島レンジしようっていうのは、はい、あのまあ受験してる人のほとんどの人は取れないで終わっていくわけですよ。その探偵のように探り、法律家のように答えよっていうのがもうテーマなんですよ。へー、はい、だから誰が見ても相手が納得する書き方をしないとダメなんですね。へー、はい、場所どこで行われるんですか？世界3カ国でありまして、ロンドン、サンフランシスコ、あとシドニーですね。私はシドニーで受けたんですけれども。受験料はおいくらなんですか？30万ぐらいですかね。どうする？高い、はい、五郎さん受けてくださいよ。いや無理だよ、もうこの年になったら。そうなんです。じゃあそんなにたくさんの科目もあって、はい、じゃあ科目っていうのがあるんですか？これありますね。科目っていうのがあります。どういう科目なんですか？まずそのテイスティングっていうのが 1,2,3 とあるんで、はい、その白、赤、あとミックスドバッグっていうんですけれども、はい、そのミックスしたワンセットっていうのが3セット、はい、あと筆記はですね、はい、まず栽培からですか？栽培理論、はい、要するにブドウの栽培ですね、はい、あと醸造理論1っていうのと、はい、醸造理論2っていうのと、はい、あとワインビジネスっていうのと、はい、自治っていうのがあるんですね。自治は要するに今の世界のトレンドであったりとか、はい、はい、そういうことを問う問題ですね。その5つ、その中がまた3つずつに分かれてるんで、分けると15ぐらいになるんですよ、はい、その大橋さんは勉強始めてから受かるまで早かったっておっしゃってますけど、そうですね、かかる人はもうすごいかかる。そうですね、最大で 12,3 年でしょうけれども、でも 12,3 年で受かった人はいいんですよ、結論が出てるん で、うん、でほとんどの方は受からないで終えていくんで、人生かけたのに。そうなんです、そうなんです。ですからその私も今マスター覚えになると正式な生徒っていうのが当てられるんですよ、うん、何人か生徒を私面倒見てますけれども、まずは生徒に諦めさせなさいっていう教わり方をするんですよ。下手すると本当に人生台無しにしちゃうんで、そのチャレンジしててもいつまで経っても受からなくて、勉強のために生きてきたってなっちゃうんで、それだとかわいそうだから、その十分時間が取れない、あと受験するためのお金とか、その受講するための費用が捻出できない、その経済状況の方もいらっしゃるでしょうし、資質的に難しいっていう方もいらっしゃるでしょうし、そういう人たちにはまずは我々は無視するんです。無視、はい、なかなかきついですけどね。でも無視することが彼らにとってはいいことの可能性があるじゃないですか。厳しい、非常にきついですね。だから私が本当にくじけそうになったことが 2,3 回あるんですけれども、うん、その時に本物のマスターオブワインにもう続けること無理かもしれないって言うんですけれども、その時にその先輩のマスターオブワインが、そのあなた私にこうやって気軽に電話してきた時に私は電話取るでしょと、うん、で周りの人なんて言ってるって言うんですよ、うん、そうするといやみんな連絡取れないって言ってる、だから私はラッキーだねって言うと、うん、なんで連絡取れるか分かってんのって言われるわけですね。で、どういうことっていうと、実は本物のマスターオブワインになると、その時間十分取れないような人のことは上手にその諦めさせなさいっていうことも教わるんですよと、うん、でもあなたが連絡取りたいマスターオブワインはほぼ全員連絡取れるんじゃないと思うと、可能性があると思ってもらえてると。そうなんです、皆さんが私をそのみこしに乗せてくれようとしてるわけなんですよね。で、それを感じると、ああじゃあやんなきゃって思いますよね。すごい、はい、じゃあその日本人の合格者が少ない理由っていうのは何ですかね？これはですね、もう堂々と言えるんですけれども、そのマスターオブワインってやはり世界で活躍する資格なんで、その世界のありとあらゆるマーケットの特性であったり、その民族の考え方であったり、そういうことにある程度精通してないとダメなんですよ。例えばニューヨークの人がどんなその消費傾向があるかとか、オーストラリアの人はいつもこんなこと言うよねとか、で日本人ってほとんどの方は日本人としか仕事したことないですよね。でこれが決定的にまずいですね、うん、ある赤ワインを、このワインをあなただったらどこに売り込みますかっていう時に、例えば世界中の酒税のそのタックスの大きさとか、その彼らの平均所得とかを知らないと、うんうんうん、そのものすごくその富裕層の国に、うん、例えば300円のワインを提案しても、うん、あまりリアルじゃないわけですね、うんうん、そうすると彼らがだいたい1本あたり2000円ぐらいのワインを消費してるっていう傾向を知った上で、彼らが何色が好きかとか、その動物のラベルを好ましく思ってるかとか、そういうことまで知らないとそのマーケティングにならないわけですよ。そうするとやはり日本人はその小学校の頃から外国人だらけで埋もれながら育ってる人とは、そういうその感性が全く違いますよね。はい、そこにやはり問題がありますよね。はい、お送りしたのは2002年
香原智美さんのナンバーで諦めましょう。見込みがない生徒には無視する、諦めさせるということもマスターオブワインの仕事とは厳しいですね。ちなみに大橋さんは2004年からチャレンジをスタート、いろいろな資格を取ったり勉強したりしてから2009年に協会入り、2013年に受験をスタートして2016年で資格をゲット。これでも資格取得の年数としては早いというのですから、いかに大変なのか分かりますよね。そんなマスターオブワインの試験でも出てくるワインのテイスティングのお話お聞きしました。テイスティングの試験では、はい、ワインのことこううまく表現するためって、表現というか当てるっていうことですか、これテイスティングって。当てるのも当てますね。どこさんでそのさ、はい、何の酵母使ってとか、ブドウの石が何でとか、そうですそうです、はい、で例えば樽で何ヶ月寝かせてて、その樽の内側はどのぐらい焼いててとか、はい、細かくその発酵温度の最高は何度ぐらいだとか、何度から発酵は始まってるとか、うん、そういうことをその書いていくんですけれども、要はここはちょっとソムリエさんの傾向に似てきますけれども、例えば山田さん、中川さんが北海道から私がお土産でチョコレートを買ってきましたと、でそれを今食べてると想像すると頭の中で、もしくは口の中でチョコレートって浮かぶじゃないですか、はい、でそこで私が今そうだ塩辛もあったと、この塩辛今食べてって言った時に、チョコレートと塩辛って一緒に口に入れていいかどうかって皆さん瞬時にいいかどうかは自分で判断なさると思うんですよ、はい、でそれがチョコレートとバニュルスっていうワインだったらどう思いますって言われると、ちょっとそのバニュルスわからないと合うかどうかって判断できないですよね。当てられる人っていうのはそのチョコレートと塩辛ぐらいの精度で合わせたことがなくてもその合うかどうかは瞬時に分かるんですよ。ですから当てるっていうと当てっこしてるみたいに思われちゃいますけれども、要はその何を言われても相性が合うかどうかは即言えますよっていうことを言ってるわけですね。でもやってみないとそんなの分かんないですよね、はい、理屈があるわけですよね。理屈はありますね、もちろん、はい、じゃあ塩辛とピルクル一緒に食べるとめっちゃ美味しいんですけど、あれ何の理屈ですか。例えばですよ、それと同じような理論で、美味しかった、スイカに塩かけようって多分思わないですよね普通、うん、でもやってみると美味しいじゃないですか、うん、それなりに、うん、ですから好みの問題は、好みももちろんあります。塩かけるの大嫌いなんですよ。大嫌いしてない。でもさ、この間初めてうまいかもって思っちゃった。あ、大人になったから、まあ、そういう好みっていうのもありますよね。ただ一般論でしか言えませんけれども、はい、大多数の意見に合うものは、そうですね、大多数です。でそこで発酵の温度が分かるとか、樽の内が どのぐらい焼いてるかとか、どのぐらい熟成させるか、樽の内側の焼き方はどういうことに関係してくるんですか。樽材にもよるんですけども、はい、例えばアメリカのオークですと、樽ですとちょっとココナッツっぽい、はい、でこれがフランスのオークだとバニラっぽいとか、うん、そのまた焼くと出てきます。それも焼くと強すぎるとその香りは控えめになるとか、うん、その生にほとんど近いとその香りもやはり控えめになるとか、うん、その例えば20分で220度まで焼くとこの香りになるとか、うん、そういうのって定石があるんですよ、うん、ですからその定石を我々覚えてるんで、うん、してそれを当てられるということは、そのワインを作ってくれと言われたら私は作りますよっていうことを言ってるわけですね、うん、もしくはこのワインをのプロモーターになってくださいと言われても、私はプロモーターになれますよっていうことで、マーケットのこともテイスティングで聞かれますし、醸造のことも栽培のことも聞かれますしっていう感じなんですね。テイスティングは訓練とかで研ぎ澄まされていくものなんですか。なりますね、はい、食べ物とか歯磨きとかにも気を使うんですか。歯磨きは私は今家内が買ってくる歯磨き粉しか使ったことないですけれども、虫歯にならないようにするっていうのは重要ですね、はい、自分の歯じゃないといけないっていうのは私はこだわりがあるんで、あ、はい、要するにそれをまとめた勘ですよね、はい、最終的に。そうですね、だから、なんつうのかな、よくその周りの味がね全然ないと味は分かんないとか、はいはい、寿司屋でね香水してきてるやつが横にいると味が分かんなくなるとかって言うんだけど、はいはい、分かるときは分かるんだよ、はい、それもですね、やはり例えば山田さんみたいに おタバコをお吸いになる方は、はいはい、私よりも絶対タバコは詳しいですよね。私はタバコ吸わないんで、ですからそういう意味では見方を変えると、タバコ吸う方は、はい、
タバコの葉っぱの表現は私よりも100倍できるわけですよ。そうですよね。ですから私はタバコはタバコしか言えないんで、だからいつも煙ってるタバコの香りだなしかわからないんで、もう大きく一括りにすることしかできないんです。でも山田さんでしたらそれを細かく分類分けできますし、おそらくカリフォルニアのこのカベルネソーヴィニョンっていう品種はタバコでもあの香りがするなっていうことが、アメリカのその産地を紐解く時のヒントになってるかもしれないですよね。私はそれはできないですよ、ね、それ個人ですよね。個人です。これ多分さ、補正っていうのもありますよね。あるかもしれないですね。だから悪い環境の時には、はい、多分これはこういう状況ではこういう味になるだろうなとか、はいはい、あるかもしれませんね。それは結構みんなが思ってるよりも複合的だし、そうですね、みんなが思ってるタフな感覚なんじゃないかなっていう気は、はい、まあ単純には決して測れないですね。それはそうですけどね、はい。ということで今週のお話はここまで。ワインの高いもの安いものはどう違うの？なんて話もまだ残っておりますので、もう一週くらいお付き合いいただけますでしょうか。ショコタンがミーハー心とゲスな心をさらけ出しちゃった様子はまた来週です。お楽しみに。 Remix Z Visit our homepage JFM.jp/remix山田五郎と中川翔子がお送りしてますリミックス Z。 このコーナーは海洋生物のスカスカシパンを中心に不思議な生物たちを貪欲にご紹介します。はい、東京都信長さんって方からいただきました。ありがとうございます。先日子供と一緒に博物館の昆虫教室に行きまして、お父さんなんだ、天使の方法を教わってきました。天使？天使とは昆虫の標本を作るときに綺麗に羽を広げる状態のことを言います。ネットを見るといろいろな方法があり、独特な教え方の言葉で面白いです。研究者になると1時間で4匹広げて標本にできるとか、今度試してみたいですけど、これなね、これ子供と昆虫教室に行ったら感想が送られてきちゃったよこれはもうあの昆虫採集 の特に蝶々の下必ずやるやつですよね。青い蝶々とかよくやられてますね、この子はよくモルフォチョウは標本にされがちですけど、そうそうされがちで、あと触覚もまっすぐに伸ばさなきゃいけない。伸ばされるのか、うわ天使中のすごいな、写真がめちゃめちゃいろんなとこ止められてるだろう、形で固まるとこう外してできる、ね、固めてるのか、これ授業の進め方、女子40名38名学級の2クラスでみんなで蝶を天使してますね。よくできんな、女子とかギャーってならないのかな。児童は三角紙に挟まってる蝶の取り出しに手間取っていましたが、周囲の児童が手でつまんでいるのを見ているうちに触れるようになりました、次は蝶の胸に針を直角に刺すことです、怖いと言って刺せない児童がいますが、徐々に刺せるようになりました、そして当初児童一人一頭転死するのでちょうどいいのではと思っていましたが、予備の蝶を用意しておいてよかったです。転死に興味関心が出て一人三頭も転死する児童がいましたこの文章芽生えちゃった子がいたわけですね。いたわけだ。これもさ気をつけないとさ、羽のとこあの持っちゃって鱗粉が取れちゃってさ、綺麗じゃなくなっちゃったりするからね。これまた上手くなってくると綺麗にできるようになってくるんですよ。これね児童の感想がね、蝶の胸を持つと羽が開くのがびっくりしました、目がキラキラするほど楽しかったです。ふーと息をかけると蝶の背中の毛がふわーと動いた。それは動くわ、いや動くわ。もうハマっちゃってる子がめちゃめちゃいますよ。だってさ昔はみんな昆虫採集男子はさ何人に一人かもこれにハマってたんだから、へえ。大変だったんだから昆虫少年多くて、まだまだいろんな蝶を作りたいって子供たちが言ってるということで今週はこれがうまいと昆虫研究家から一目置かれる動作、天使って。一目置かれるも何もこれができないと話にならない動作だよ。天使の情報をお送りしました。スカシカシパン通信です。スカシカシパンにかけちゃって1回くうちの肝かえずな生物や微生物情報等広くお待ちしております。メールは JFN パークのリミックス Z のメールフォームからお願いします。たくさんの肝す情報お待ちしております。ヨロピク。